FF16 の2周目、ラスボスとエンディング、果たして分岐ルートが存在するのか、そこについてようやく明らかとなりました。この FF16 も発売して、なんだかんだで4日目か、まあ、ちょっとこの動画出るのがいつになるかわかりませんが、今日の時点ではっていうか動画が出るタイミングでは多分4日目になっているかと思います。まあそんなところで、まあ、ようやく発覚したわけなんですが、結論から申し上げると、2週目のエンディングは全く同じ。で、なおかつ、まあ例えば、まあサイドクエスト、それを一定数クリアしてもエンディングは変わらず。なので1週目と2週目同じ。なおかつ、サイドクエストもクリアしても同じっていうことがこのタイミングで明らかとなりました。それに加えて、ラスボスももしかすると変化するんじゃないかなと思っていたんですが、皆さんご存知の通り、エンディングも同じで、アフターストーリーも同じで、なおかつ、ラスボスも同じでした。なので、もしかするとって思っていたんですが、分岐ルートは存在しない可能性 99% っぽいですね。まあ海外ではだいぶ調査が進んでいるんですが、ただ発売してからかなり時間が経っているにもかかわらず、やはりここの情報が出てきてないんで、まあおそらくこちらでビンゴなのかなっていうところですので、もしエンディングの分岐ルートであったりとか、あとはまあそれに伴い裏ボスであったりとか、まあそういったところの追加っていうのは、まあ例えば今後、まあ無料アップデートで追加っていうのは、まあ過去の FF シリーズ振り返ってみてもおそらくないかと思いますので、まあ可能性は低いのかなと思っていて、まあ例えばダウンロードコンテンツ、まあそちらで追加エピソードが、アフターストーリーかな、アフターストーリーっていう形でやってくる可能性はあるのかなと思っていますが、ただ現状ですね、エンディングとラスボスは2周目も全く同じ仕様となっておりました。で、かつこちらかなり重要な内容となってくるんですが、強くてニューゲームで開始した時のみ高難度のファイナルファンタジーチャレンジに挑戦が可能となっております。皆さん、2週目に入る時にストーリーフォーカスモード、さらにアクションフォーカスモード、で、もう一つファイナルファンタジーチャレンジ、出てきたかと思います。まあ、詳細知りたい方は、2日前ぐらいの動画かな。まあ、そこで語っていたりとか、実際にそこの場面を見せているので、そちらの動画を見ていただきたいわけですが、この3つのモードから2周目選ぶことができます。で、この中で、ファイナルファンタジーチャレンジ、こちらのみ限定のアイテム。まあ、要するに、1周目で登場しなかったアイテム系、なおかつ、専用コンテンツ。こちらは、ファイナルファンタジーチャレンジのみ、追加されております。ですので、まあ、例えば、ストーリーフォーカスとか、あと、アクションフォーカスに、切り替えてやったとしたら、こちらが、確か未登場の設定になっているかと思いますので、まあ、それを考えると、2周目もしやるんであれば、この、ファイナルファンタジーチャレンジ、こちらのモードで始めなければ、まあ、ぶっちゃけた話、2週目の内容が1週目の時、まあ、初回と全く同じになってしまうので、もし2週目やるんであれば、まあ、やはりこのファイナルファンタジーチャレンジかな、こちらでスタートしなければ無意味であることがこのタイミングで分かりました。まあこの動画おそらく発売してから3日後4日後とかに出てくるから、まあその頃にはもしかすると皆さん知ってるかもしれませんが、まあ現状ですね、このような形となっております。まあこれがいいのか悪いのかっていうところですが、ただ結局なんだろう、まあしっかりとやり込みたいんであれば、やっぱりその2週目のファイナルファンタジーチャレンジか、これをやらなければいけないということが改めて分かりましたので、まあ、もし仮に2週目をやろうと思っている方、ないしは2週目に挑戦しようとこれから思っている方は、ぜひこのファイナルファンタジーチャレンジ
やってみたらどうでしょうか。ただこのファイナルファンタジーチャレンジっていうのがなかなか難しくて、まあ例えば1周目をストーリーフォーカスで、まあストーリー重視で巻きでやっていた方には結構ハードルが高いモードなのかなと思いました。まあ結構難しいからね。ですので割と人を選ぶと思いますし、で特にその召喚獣のアクションありましたよね。で QTE があったと思うんですが、あれさめちゃくちゃわかりやすいというかぬるゲーだったじゃん、1周目の時は。ただ2周目でこのファイナルファンタジーチャレンジをやると、その QTE の時の何のボタンを押せばいいのかっていうところが表示されなくなるので、なんかその自分で考えてやらないといけなくなってしまうんですよ。あれめちゃくちゃハードル高いらしいんで、なんかあそこは別に変える必要なかったんじゃねえのと思うんだけど、まあそもそも QTE って果たしているのかっていうところは置いといて、まあそのような仕様となっております。まあそんな感じですかね。まあ基本的には強くてニューゲームっていうところでクリアデータを引き継いでゲームを最初から遊べるので、まあ2周目楽しんでいくっていうところはいいかもしれませんが、ただ一方でファイナルファンタジーチャレンジ、さっきも言った通りこちらで始めなければほぼ無意味に近いので、まあ1周目で満足された方であればまあ別に問題ないと思いますけど、もし2周目でなおかつ完全にこのゲームやり尽くしたいっていうニーズのある方であれば、まあさっきも言った通りチャレンジでねやっていかないといけないので、そこのところだけ覚えておいてください。ただまあそういったニーズであったりとか熱い思い持ってる方は、まあすでにもう、まあ、クリアしているないしは2周目もクリアされている可能性が高いと思うから、まあこのタイミングでって感じもするけど、まあそのような仕様となっておりましたので、ぜひ覚えておいてください。まあそんな感じでしょうか。ただ結局なんか今2周目やってるんだけどさ、なんか全然変わり映えしないというか、なんかもうちょっと変化があればまあ嬉しかったかなっていうのが本音かな。ただ結局って感じだからね。まあオフゲーかつまあそのメインストーリーが結構ボリュームがすごかったから、まあこれプラスアルファで求めるっていうのは結構酷な感じもするので、まあ仕方ないかなと思っているんですが、ただできればね、なんかもうちょっとなんだろう、会話がね変化すればよかったかなと。ただこのゲームねフルボイスだからな、フルボイスとなっておりますから、まあ現実問題として難しいんでしょうね。あ、今そんな感じでございます。で今日の動画の内容としましては、2周目のエンディング、ラスボス、具体的にどう変わるのかっていうところであったりとか、で、以前から噂されておりました。結局、分岐ルートは存在するのか、真のエンディングは存在するのかっていうところについての現状の整理させていただきました。まあそんなところでこれからも継続的に動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録と高評価、このタイミングでお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。